神戸市の久本市長は今日新型コロナウイルスの感染拡大が今後も予断を許さない状況にあるとして、私立学校園の臨時休校を来月31日まで延長するよう教育長に要請しました。神戸市教育委員会によりますと、現在休校している神戸市立の幼稚園や小中学校・高校などは合わせて296校園です。 市長からの要請を受けて教育委員会は。明日臨時の会議を開き。具体的な延長期間を決める方針です。今の状況だと、私は今よ良かったかなと。あの、やっぱりまだコロナ収束しないと思うんで。学校の勉強とかが残、のずっと残るから、それどうするんやろうとか。それはちょっと心配。仕方ないかなとは思うけど。 な、まあ、なるべく早く早は始めてほしいかなと思う先月3日に臨時休校が始まって以降、児童や生徒が登校できない期間がさらに長期化することから久本市長は教育長に対し休業期間中の家庭学習の支援や生活状況などの把握、それに相談体制を確保するように合わせて要請しています。